えー「どこぞの厨房さんまさかあ中学中学生だ」<laughs>「当に中学生だ」「尾形先生こんにちは」「無料版 YouTube の方だけですがいつも楽しく動画を拝見させていただいている中学3年生 <laughs> 中3だおおすごいすごい面白い」えー「今私には1年前一度振られたにもかかわらずいまだに思い続けている女性がいます」「お前」 すごいな、中3の割にしっかりした文章だな。<laughs> 俺知ってる中3もっとバカみたいなことを書くぞ。はいはいはい。い未だに思い続けてる女性がいます。その人とは昼休みになると距離近めで、いろんな話をボディータッチとかめちゃくちゃありで話すという仲です。告白経験がゼロだった私は80%ぐらい脈割りだったと思ったので、わ、うん、かるわかる、絶対そう思うよな、これ。うんうん。えー、見事に振られてしまいました。 それからはかなり距離が遠くなりました。しかし諦めきれず、もう一回アタックしてみようとうずうずしているうちに1年が経ってしまいました。はあ、中学、中学2年の時に思い切って高校、高校したわけね。で、1年経って、今はその女の子と普通の友達の中です。最近同じ学年の男子で、1年前の私のような流れでその人を好きになった人が現れました。おお、気になるね。<laughs> いろいろあったようですが、まだ仲良くしているようで見ていて辛いです。 こういう形で相談することにも迷いがありました未,来未練だらだらの現状なのですがあ未練だらだらのことね未,未練だらのど現状なのですがそろそろ決着つけたいのです今から何をどうするべきでしょうか回答をよろしくお願いします。 まままあまあまあ,、まあ、とりあえず一通り落ち着いてまあまあまあ YouTube でもあのニコニコ動画でもいいよコメント欄を見ようあの言っとくけど、まあ、YouTube で今無料版で見てるそうだけどこういう時こういう時に限ってなんだけどもね実はねニコニコ動画のコメント欄の方が役に立つから <laughs> <どう> <laughs> ニコニコ動画でもたまに見てみるといいと思うよじゃあ答え見てみようかねそうだよねまああの結論から言うと毎週付き合ってって言うんがいいんじゃないの 1>, あの1年前1回行って断られてそれから距離が遠くなったのを気にせずに毎週毎週やっぱり付き合ってやっぱお前のことが好きだわっていうふうに言ってそのなんだろうなその中学3年の告白の緊迫度っていうのかな緊張度っていうのかな本気度をちょっとやや下げた方がいいと思うんだよね。であのー まあこれ結論なんだけどなんでそう思うのかっていうと、えー、どこぞの厨房君がまず分かってなきゃいけないのはその女のの子が小悪だだとということだよ。あのその女は性格がクズだよ言っとくけど <laughs> あの小悪だよ。でそういうふうな男子が周りにいっぱいいるのが好きでそれをキープしたいっていうことばっかり考えてるから。 君もその扱いを受けたし多分今その近くにいる男のこともいい感じっていうのはそれなんだ。でそれはその女の子にとって多分小学校の高学年ぐらいから慣れて使ってるいつもの手口に過ぎなくてなんだよな。まあこういうのを昭和ルっていうのかあのファムファタールっていうのか峰不二子っていうのかそれはどうでもいいんだよ。でそういうのが好きかどうかもまあ,、まあ、あの関係ないと思うんだけども。で えー、さてその女が昭和だとその女,の子女子は昭悪だということを承知の上で付き合いたいわけだよねここで確認あのすごく優しくしてくれてボディータッチもしてくれるいい子だから付き合いたいではなくてひょっとして俺 M かもしれねえようなド M かもしれねえような俺あんな昭悪な女におそらく生涯振り回されるそれの記念すべき1人目なんだよなぐらいの認識を、まあ、持ってたらここから先ちょっと楽になると思うんだけども。 で,あのでそんな昭和な女の子だから多分女子からもそんなに評判良くないしだから君とお願いで自分ボディタッチで話すわけだよね。だからいやよくその女の子を周り見てごらんよあの女の子の友達いないはずだからだから男子としょっちゅう仲がよく話すんだ中3で男子,で仲女子,あの男子と仲がいい女子っていうのは大体そうだから昭和なのが周りの女の子にバレてんだよな。でそんな子は時々すごい孤立するんだ だから俺が言ってるのは、週に一回告白しろなんて。あのね、昭和ルでも落ち込むんだよ、人間というのは。小悪ルな女でも落ち込んで、週に一回告白されてると、いつかクラックラッと来て、君と付き合う日が来るかもわかんないからね。らそれの確率にかけて、まあ確率で言えば何な,何なんだろうね。60分の1くらいかもわかんないから、も、ま、う、あ、あとサイコロ振った回数だよね。 毎週毎週告白したら1年ちょっとぐらいで可能性出てくるんじゃないかと思うんだけどね。でもちろん、もちろんだよ。付き合ったとしてもその女は昭悪だよ。昭悪だから、君はすぐに捨てられるか。<laughs> なんだろうな。その女の子がメンタルが立ち直ったら、なんでこんな、あの、イガグリ頭ボの厨房と俺私付き合ってるのかしら。もっと素敵な高校生がいるわって思うに決まってんだけども、まあ一回やってみないとね、気が済まないと思うし、 正直言って、生丸女に振り回されるのは、俺は男の介助だと思うから、だからルパンだって封じこちゃんって言ってるわけじゃん。なので、あの、週に一回告白するのがいいと思います。えー、<laughs> ひどいことを言ったような気がするけど、俺本音で喋ってるな。